今日はジョン・レノンさんのために作られた記念碑があるストロベリーフィールズのご紹介です。こちらは最寄り駅の BC ライン72ストリート駅になります。駅のすぐ横にはこのダコタハウスがあります。駅を出ますとすぐにこのセントラルパークが見えてきますが、この中にストロベリーフィールズがあります。72ストリートの入り口から公園へ入っていくとすぐに記念碑があります。こちらが有名な記念碑、